追っかけれないですよね。私はできないんですけど、リスクの方がやっぱり大きいですかね。実際数値1対ね2枚でのシャンポンだから普通勝てないイメージですけどね。さあ今夜の曲は石原の親番となります。ドラはチュン。しかもトップのリーチってことはね、間違いいいかドラ固まっていいかって可能性あるんで、なかなかぶつけられないですよね。原の評価が高かったってことですね。ピンクのみということはないと思うんですよ、例えば。はい、ピンクのみだとリーチ来ないでしょうからね。ドラチュン、ドラがチュンです。親は石原、石原の手にドラのチュンが1枚で、小林が軽いのかな。このドラがないけど手が良くない。で原はトンといったけどドラも1個浮いているって感じですね。チートイツ、チートイツ、イーシャンテ。さすがにイーシャンテ取れますね。リャンワンです。リャンワンで、ね、見た目も合いそうとリャンワンなんですけど、リャンペにしました。合わせなかった。単走として見てたのがなかったのかな。なるほどですね。私もと序盤本当に見た目でリャンワン切っちゃうかもしれない。本当。枚数に合わせてね。一枚差大きいでしょみたいな。数字の牌は枚数に合わせたいですよね。自牌とかだったらまあ残してもいいと思うんですけど。なるほどなるほど。期待的に山に残ってるから。おっと小林ローピンがあんこになりました。これでは急走。ではなかなか切られない。ね。ってことはあと30で。シャーマン残るまさか。あれ？山残せたらシャッシャーで切ってもおかしくない？あります？単用に？いつも数番とかで。なるほど。原は純三円社食。おお、綺麗。ああ、嘘から入りました原。これはどうする？なんで？とりあえず。とりあえず何をもう一枚重ねてポンポンポンで伝説。おお、すごい。数万個。お、行きましょう。さあ、小林これで2射点。リャンワンから切ります。関数は引いてリーチもあるから。ズルゴータイム来ましたね。急に。これ成就しちゃうの？ここから数万個。ね、全然ありますよね。全部ありそう。全部ありそう。シーソー一枚だけですよね。全部ほとんどありそう。数えてないけど。見た目。視聴者がなんか応援してますよ。やっぱり小林さんはね。どうどうどう危ない危ない危ない。下手にいじる。シャアが2枚、ウーワンが2枚、シーソーが1枚ありますね。6分の5山。ざわ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 。ああ、テンポット。リーチだ。リーチでしょ。小林リーチです。ゆっくりと見たいもんね。来た。シャアとチーソーのシャンポン待ち、山に3枚残っています。これ積もったら歯ぐれますよ。これははい。いや本当に。この展開でまくる？ねえ。マジっすかって。展開って何？これ山さん？山さんです。シャンポン待ちで山さんの積もすです。じゃあ1回見逃しますか。いやいらない。絶対上がる。見逃すならリーチだよ。絶対上がるし、喜んで上がるし。なんならシャアが打たれかねないですね。そう。これと急走をチーしたのは三原。さあどう？あ、チー点か。これ厳しい。場には2枚。9ピンは現物。場には2枚。そしてローピンは小林があんこで原の手牌にあるため休めが引かない。これで食い下がったりすると伝説ですか？今フラグ立てました。いやいや。せーの、どうでしょうごさん。せーの、ほい。書いてない。書いてない。もちろんこれで食い下がることもあるんですが、そんなことは知らない。食い下がって積もうと食い流れてしまう。両方パターンありますよね。さあ三原9ピン積もれるかどうだ。ある程度押すんじゃないですか。ある程度いきますか。値段も悪くない。上げてるしね。チーテン取ったからには。さあ積もりますか。純ちゃん3色でしょ。はい、3904ピンでしょ。あ、もう。ガリガリ押すみませんこれ。視聴率はここ高いですよ。すごいな、面白いな。さあどうだ三原。まだ上がんないで、まだ上がんないで。ひどいこと言ってる。トンも行く。もうちょっと長く見たいですね。トンポンしない。ドラが浮いてるからね。シーソーがこちらに。さあ。ってことはシャッシャ。シャーがない。シャッシャ。ああ。やっちゃいましたね。小林つの数万個。1万6000。石原親かぶり持ってます。今日ここまで長い時間耐えてきた小林、ここで大きな上がりが出ましたっていう感じですね。来ました。小林一気にこれでトップ目です。アベマはシャアでね、役満が出るんですよ。すごい、本当すごいな。決めました小林。あらまあ。さすがエムリーが。大きい復活だ。今日へこんだ分全部取り返したいこのままと。なんでしょうね。さあ対局は続きます。第1局三原の親番。これは来ましたよ。突然のスーアンコでしたね。なるほど。すごいね。対局長引いて小林ファンがたくさん視聴してくれてる前で決めてきました。そうですね。そろそろ上がる頃かなっていう。行き過ぎます。時間を計ってたんです。すごいな。麻雀すりやろチャンネルの動画をご視聴いただきありがとうございます。麻雀に関する動画をほぼ毎日アップしております。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。また概要欄に麻雀プロ団体ライブチャンネルのリンクを貼っておりますので、そちらもご覧ください。